ちゃん。おはようございます。おはようございます。リエって今日は何釣る予定ですか、こんな真っ暗。今ね5時なんですけど、朝の、はい、これから、はい、いつもお世話になってるね、玉島市民交流センターの浜田さんという方と一緒に、はい、山登りします。朝日を見に行きます。なんでこんなことになったかというと、4日ほど前にね、私と田島かなちゃんが一緒にロビーコンサートに出て、でいつもね、あの浜田さんにお世話になってるんですけど、ちょうどその時にまたお会いして、実はこの前登ったんですよみたいなお話をね聞いたら、そうそうそう、素敵な朝日の写真を見せていただいたので、うん、であすごいみたいな話してたら、うん、あ、行きますみたいな。なんか今度明後日ぐらいで終わりで行きますかって言って、あ、あ、行きます。いやもうもはや夜夜。ちょっとなんか寒さを考えていっぱい防寒してきたけど、うん、40分ぐらい登るんでしたね。登るからね、絶対暑くなる、暑くなりますよね。頑張ります。おお、山だ。なんかカメラ通して見ると肝試ししてるみたいな。確かに一人で来たら肝試しだ、これは。一人で来る勇気はないかな。今回もね、浜田さんがその知ってくださってるから、二人でもねチャレンジできなかったですよね。うん、無理だね。あ、今日ね僕200回目なのか。ね、記念すべき。おめでとうございます。なんていうその記念会に。あ、これね、クワガタカブトムシポイントなんです。おお、普通に夜中とかに来ると結構います。よく考えたら、はい、木にクワガタとかなんかカブトムシとか止まってんの見たことないかもしれん。そんなこと言って、あんた子供の時見たでしょとか言われる、多分。ゆうこさんの頭の中消しゴムありますね。そうだね、あの尋常じゃなく物忘れするっていう。誰と言ったか覚えてなくて、相手を失望させるっていう。あ、でもそうなんですよ、嫌なことも忘れるんです、平等に。いいことです。山登ってるね。まだだった。昨日のうちに後ろ姿で、何、浜田さんのご紹介を、後ろ姿で。この後ろ姿があの思いっきり本人が登場する前に紹介をしといたんですけど、浜田さんこと浜さんですと。あ、浜さんです。はい、おお、近道、一気に登る感が、しまった、フキちゃんのお尻ばっかりを取る感じだ。食べました。無理無理。昨日なんかめっちゃなんか眠くて、すっごい早く寝たんで、普通に起きれたんで、なんか目覚ましかけてたんですけど、3時45分ぐらいパッて目覚めて。完璧ですよ、睡眠も取ったし朝ごはんも食べたし。遠足の前症候群で寝られた。階段嫌ですね。でもいい、階段でも大丈夫ですよ。どっちが嫌だかってことですね。あ、なるほど、こういう階段が続くってことなんですね、もう一個の道が。あ、綺麗。おお、あれ月、あの光月。段が上がるたびにフキちゃんのお尻をずっと取る。まさるだけど、フキちゃんスニーカー持ってたんだね。これランニングシューズです。ランニングシューズか。ランシューです。あのコロナ禍になって運動しなくて、あの太ったなって思った時に走ろうと思って買って、3回走りました。こっち行くと階段が多いので、おはい、はい、ゆきちゃんは階段が苦手です。今こっちの方がワイルドなんで、ワイルド選んでよかったのかな、私。それもそれで苦手。自分大丈夫かっていう。ちょっとこれ私と一緒に登ってる気がする動画になりそう。
地面割と地面が映っちゃうっていう。あと山登りデートをしたい人使っている動画。ああ、山登りデートに来たに使っていいよ。ヤマトで月のルートは後で。ああ、ありがとうございます。じゃあもうセルダリークのコアなファンが、はい、同じルートで登るぞっていういないな。ご感想は今、うん、ヒットポイントが60、うん、50。あーでも半分ある。まあヒットポイントは30ぐらいですね。ちょっと不思議に。やばい。あの、うん、普段運動しない人が。あとあれですよ。バスケの時に、うん、私が余分に走らせてるぐらいかな。そうなんだよね。そうなんだよね。ハンデが必要かなと思って。多分このビデオ、はい、私の荒い呼吸しか入ってない。太ももとかお尻は、うん、男性の方がキュッてなる傾向になるあるらしいけ、女性は倍が回るとき、4倍ぐらい頑張って違うんだよな。多分違うんだよな。明るくなってる、うん、ここが一番穏やかです、うん、登ってる感もありつつ、うん、ちょっと楽に登る。確かになんか息が整ってきた、はい、さっきのところがハードポイントだったね。ちょっとショーモードがヒットポイントのちょっと戻ってきた感じ。戻ってきたね、はい、今何ポイント？今60です。あー結構戻ってる。週1なんですよ。だけど入って楽しんでいいよっていうことで、うん、優しい、うんうん、そうそう、うん、これが、まあ、ルールですね。はい、うん、めっちゃ高くなりましたね。なんか分かる、本当にさっきまで月だったのに、ね、いつの間にかフィクションの帽子がなくなっている。そうなんですよ、脱ぎました。ポッカ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 なんで手袋も外しました。、うん、正直手袋も熱いと思ってる。結構あったかい。寒さなくじゃなくて、ちょっと膨らんだ時に、うん、あ、下りの方が確かに危ないですね。結局階段の方行ってんじゃん。階段の方行ってんじゃん結局。なんか、とっかかりが。あ、まさかの階段の方が登れる説。でも階段だと、はい、結構一歩大きめに行かないと、はい、なんていうか、なんていう、桃ごと行かないといけないから。確かに、なんかグッて登らないと、うん、登れない。あ、めっちゃ軽くなってきてる、本当に、うん、ビデオでも一目瞭然。これあの、一滴の妹たち見ると山が立ってるって言うんじゃない、言わないですかこれ。言わないでしょ、これはまだ。立ってるって聞いた、なんか、はい、手も使ってちょっと登るぐらいのイメージだな、はい、そこまでじゃないの、イッテ Q は。イッテ Q そこまでではありません。だって、マッターホルンとか登ってる。フィクション、ダメだよ、比べちゃう。マッターホルンとこでよ。ここ私のマッターホルン。あー、なるほど。あ、もうめっちゃ緩やか。いい感じ。あとは楽ですよ。おお、ようやくビデオでも全体が映るようになってきた。あ、本当に自然。女がないかな。近くにいる。よっ、おい、よいしょ。
でもなんかそれも神秘的、うん、おお。やっぱり。もうマスク取ったから手遅れ。朝は飛ばないと信じてるのに。普段だったらクリスマン工業地帯、はい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 、あそこは詳しくの駅一緒だね。 あの辺がやっぱ光がちょっと多いとこだな、きっと。はいはいはい、そんななんかめっちゃキュッてした感じだね、山から見ると。詳しくて全然聞いてもなくて困ってました、ね、すごい。でもこうやってちょっと立ち止まるだけでだいぶ休憩、息が整う。うん。整いました。整いました。いざ。いざ。ここで降りない。降りない。降りない。せっかく稼いだ。高さを下げるわけにはいかぬって。無事帰る人形。あ、無事帰る人形、うん、無事帰ってくださいね。おお、優しい。福山では早く帰ってきて、福山城が帰ってきた。へえ、ここに。へえ、1336。あ、なんかでも石碑みたいなのもある。20万対2000って書いてある。いっぱい人がいらっしゃる。あ、もうここがあそこ頂上です。ああ。鳥が可愛いです。鳥が。わあ。頂上。頂上。頂上。すごい広い。うわあ、すっごい広い、本当に。公園みたい。こっちが倉敷川、こっちが倉敷川、あっち、あっちが岡山、あっちが倉敷。三角点まで行きましょうか、せっかくだから。三角点、これ三角点、ここよくこうやってみんなで写真撮る。あー、なるほど、それを写真撮ってサムネにしましょう。あ、そうですよ。